ネドの希少金属代替材料開発プロジェクトは、ナノテク2009において酸化塩を透明電極とする液晶ディスプレイパネルを紹介しました。我々のこのプロジェクトは、希少金属インジウムを代替する新しい材料による液晶ディスプレイパネルを作るということがこのプロジェクトの大きな目標となります。でこちらにありますのが従来の技術と、それからこちらにありますのが今度新しい材料として酸化塩という材料を用いてますけれども、それによるディスプレイパネルです。で特にこの特徴は2つあります。1つはこれまでよりも非常に透明性の高い綺麗なディスプレイができます。でこれは人間が見たときに非常に白と黒のコントラスト比が強いということで、非常に鮮やかな画面が見えます。でその一方で、じゃあそれは高いのかというと、原料費および今までよりも低温でパネルを作りますので、非常にコストの安い、しかも原材料は世界中どこでも取れる亜鉛を元にして作ってますので、供給も十分にできるということで、将来にわたっても安定なディスプレイパネルを作ることが可能だという大きな特徴があります。このディスプレイは長時間の使用についての信頼性がすでに確認され、事業化を目指しています。あとは実際に今後のマーケットの動きを見ながら、どのぐらいの値段で、しかもどういう形で、世界中も含めて供給していくか、やっぱビジネスとしての戦略をこれから立てていく、そういった段階まで来ております。プロジェクトではこのほか、非常に硬い工具、すなわち超高工具向けタングステンを置き換える材料や、使用量を減らすための技術の開発にも取り組んでおり、全体として持続可能な社会の構築を目指しています。Digging for News.